皆さん、こんにちは。愛一重引用フェスで有名な女性歌手でおなじみのあのちゃん。あのちゃんがバンド解散宣言して結婚準備の真相、紅白で引退する真相や現在の年収額について紹介します。まずはあのちゃんの経歴とプロフィールから紹介します。あのちゃんはアーティスト、タレントです。9月4日生まれで A 型です。トイズファクトリーに所属しています。ガールズグループゆるめるもの元メンバーでもあります。2020年9月あの名義でソロ音楽活動を開始し、22年4月にはトイズファクトリーよりメジャーデビューしました。テレビアニメチェンソーマンのエンディングテーマに種多様性が起用されました。またバンド愛一重引用フェス、俳優、モデルとしても活動しています。23年12月には第74回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。そして24年1月24日に正式発表された人気漫画推しの子の実写映像化で MEM チョ役を演じることが決まっています。歌手のあのちゃんが8月1日に公式インスタグラムを更新し、自身が2021年に結成した4人組ロックバンド愛一重引用フェスが年内で解散することについて言及しました。この日グループの公式 SNS では、平素より愛一重引用フェスの活動を応援いただき誠にありがとうございます。突然の発表で申し訳ございません。我踊り時愛一重引用フェスは2024年いっぱいをもって解散いたしますと報告されました。またこの先もメンバーはそれぞれ音楽活動を続けていきます。4人で作った音楽もなくなりません。解散までの残り少ない期間ですが、愛一重引用フェスの活動を引き続き応援いただけますと幸いですと呼びかけました。この発表を受け、あのちゃんはソロ活動や多忙とは全く関係ありません、4人で話し合って決めましたと理由を説明し、突然の発表で申し訳ありません、僕にとっては突然のことではありませんでした、残りの期間もよろしくお願いしますとコメントしました。結婚についての噂を調査しましたが、現在のところあのちゃんが結婚しているという確かな情報は見当たりませんでした。ただ2023年の大晦日には第74回 NHK 紅白歌合戦へ初出場を果たし、2024年も歌手としてタレントとしてテレビで見ない日はないほどの人気者です。そんなあのちゃんの結婚恋愛事情についてはネット上で様々な情報が飛び交っています。交友関係が広く男性からのお誘いも多いのではと思われ、結婚していても不思議ではありませんね。2023年10月3日にテレビ朝日で放送された岩倉と吉住の番組に出演した際、あのちゃん本人が結婚条件について語っていました。いかがその条件です。面白い人、ワンができる人、何でもわがままを聞いてくれる、家事を女がやると決めない、夜どこかに行かない、ワンができる人について補足しますと、あのちゃんがおいでと呼んだらワンと言って側に来てくれる人だそうです。あのちゃんらしいユニークな条件ではないでしょうか。一方で家事の分担や夜遊び禁止など現実的な条件もあり、実は芯のしっかりした方であるという印象を受けました。他にもあのちゃんは様々な番組で結婚条件について語っており、歯並びが悪い人が好きだと話しています。彼女は綺麗すぎるのが苦手だそうです。2024年1月25日に放送されたテレビ朝日あのチャンネルでは、歯列矯正をする前のさらば青春の光森田哲也さんが好みだったと明かしています。全ての条件を満たす人がどんな人なのか想像することすら難しく、果たしてそんな人が現れるのか気になります。注目度の高いあのちゃんについては、様々な交際についての噂がささやかれています。果たして結婚に至る可能性のある彼氏は現在いるのでしょうか。2020年4月24日フライデーにて、大人げバンドキングニューのボーカル井口悟さんとの熱愛がスクープされました。この時すでに同棲して半年、あのちゃんがゆるめるもとしてアイドル活動をしている時期に同じ音楽フェスへ出演したことが最初の出会いだったようです。キングニューのボーカルとあのちゃんという人気者同士で好意的な意見が多かったように思います。時は流れ、
2023年2月17日、今回もフライデーにて、井口悟さんが元タレント女性と交際中と報道されます。フライデーの記者に対して、井口さんは堂々と交際を認めたとのことでした。2022年の秋頃から交際をスタートしたとのことで、遅くともこの頃には、あのちゃんと破局していたことになります。あのちゃんの破局のニュースは、瞬く間に世間を駆け巡りました。井口悟以外にも、トロサー、文久保貴信、霜降り明星粗品、俳優の本郷奏太、R指定マモさんなどと付き合っていたのではないか、という噂が出回っています。しかし、熱愛報道されるなどして、交際の信憑性の高い、お相手は井口悟さん一人でした。皆さん仲のいい共演者や友達という、関係止まりだったのかもしれません。あのちゃんは現在多忙を極めていることもあり、個人的には結婚を前提に付き合っている、相手はいないのではと予想しています。あのちゃんには結婚や妊娠の噂がありましたが、実際には結婚しておらず、妊娠もしていないことが判明しています。この噂は、あのちゃんが2020年4月に報道された井口さんとの熱愛報道や、2022年7月に一人暮らしを満喫していることから、破局していたと予想されることが背景にあります。また、2023年2月には井口さんと別の元タレントとの熱愛報道もあり、現在はあのちゃんと井口さんは破局していることが明らかになっています。タレントのあのちゃんことあのが、7月24日深夜放送のテレビ朝日系あのチャンネルに出演し、昨年の NHK 紅白歌合戦でのど飴をくれた歌手について明かしました。昨年末、あのは多忙で喉の不調に見舞われ、声も出なくなっちゃって、と語りました。最悪の状態で紅白でパフォーマンスすることになりましたが、その状況を知った出場歌手の鈴木雅之さんが喉飴をくれたそうです。あのは、その飴も真っ黒と説明し、笑いを誘いつつ、そのおかげで紅白は普通にできた、と感謝の意を表しました。愛されキャラのあのちゃんが、急速に日本のエンターテインメント界で名を上げています。あのちゃんの魅力は、独特の喋り方やキュートな外見だけでなく、多彩な活動の幅にも起因しています。驚くべきことに、あのちゃんの年収が2000万円を超えると言われているにもかかわらず、貯金残高が0円という驚きの事実が浮上しています。ここでは、あのちゃんの急成長の理由や、どのようにして年収が2000万円を超えの収入を得ているのか、収入の内訳について深掘りしていきます。愛されるキャラクターとしてテレビやラジオでの露出が多いあのちゃんの年収については、実は正確な数字が公表されていません。しかし、業界内では彼女の幅広い活動を見て噂として、年収は2000万円を超えるのではないかと囁かれています。バラエティから歌手、作詞家としての仕事まで、あのちゃんが手掛ける仕事は多岐にわたります。あのちゃんの収入の主要な部分は、テレビ CM 出演からとされています。その他にもテレビ番組出演ギャラがあり、あのちゃんの年収に大きく貢献しています。歌手としての売り上げやライブ活動も年収に影響を与えています。モデル活動やファッション誌の撮影なども、あのちゃんの収入の一部として数えられます。ラジオ番組に出演する際のギャラも収入の一部です。さらに、コラボ商品の販売や公式サブスクチャンネル、あのちゃんちからの収益も見逃せません。多岐にわたる収入源から、あのちゃんの年収はかなりの額になっていることがうかがえます。あのちゃんのテレビ露出は非常に多いです。特にブルボンの CM では、独特なキャラクターとして視聴者の心をつかんでいます。他にも KDDIAU のサンタローシリーズや、ライフカードの CM にも出演しています。CM 出演のギャラは非常に高額で、これだけでもあのちゃんの年収の大部分を占めていると考えられます。BS テレビ東京で放送されている看板組、あのちゃんでんでん電波や、様々なバラエティ番組へのゲスト出演も多いです。テレビ番組出演も、あのちゃんの収入を大きく増やしている要因となっています。ソロアーティストとして、あの名義やバンド I-110-INYOFS での活動を通じて、あのちゃんは音楽界でも名を馳せています。特に2023年のマクドナルドとコラボ楽曲、スマイルあげない
は大きな話題を呼びました。あのちゃん自身が手掛ける楽曲も多く、印税収入も収入の一部として大きな位置を占めています。カラオケでの使用料も含めて音楽活動からの収入は絶え間なく流れてきていると考えられます。あのちゃんは2019年にはファースト写真集アナザーを発売し、約7000部を売り上げる成功を収めました。写真集からの印税だけでなく、あのちゃんは様々なファッション誌やイベントでのモデル活動も続けています。2023年5月には写真家松岡一徹さんとの企画展に出演し、美しい姿を披露しています。モデル活動もまたあのちゃんの収入の一部として忘れてはならない要素です。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。